ちょっと急ぎなんだけど助けてほしい。嫁とは1年付き合い先月入籍したばかり。お互いに毎日好きと言い合うぐらい仲は良い。今日俺の実家に丸々。嫁旧姓は過去妻子ある男と不倫関係にあり、相手の家庭を壊した女である、と書かれた怪文書とともに写真が同封された手紙が届いた。俺のおかんが激怒して電話してきた。俺は付き合う前だし過去の過ちで今のとこは離婚までは考えれない。実家に送られてきた写真はホテルの出入りや外でキスしてる写真まであるらしく参ってる。嫁が他の男とイチャつく写真なんて過去のものでも見たくもないし、そのまま捨ててくれと頼んだらおかんが発狂。不倫をするような女と離婚しないなら絶縁すると言ってる。親父が女作って出て行ったから許せないのもわかる。嫁にはまだ話してないけど明日写真持ってこっちに来ると言ってるから、今日中にいろいろ決断しないといけない。なんで新婚早々こんな目に遭うんだよ。何か波風立てず解決する方法ないかな。波風立てないのは難しくね。とりあえず母親と嫁の接触は避けてな。そもそもそれだけでは本当に過去のことなのかわからないな。告げ口する方は一度写真が撮れれば十分で、同じ写真を撮り続けてるとは思えないから、まずは本当に過去のことなのかどうかを確認しなきゃしょうがない。そんなわけで母親には我慢させとけ。防波堤にはなるけど母子家庭で育ててくれたおかんを切るなんてできねえし、嫁ももちろん切れない。写真の日付が東京の大学行ってた時のだから過去なのは間違いない。こっちに戻ってきた後は俺と同棲してるし浮気は 100% ない。そんな何事もなかったようにされたくないから、そんなものが届いたんだろ。少なくともそれは嫁の自業自得。お前と母親はそれに巻き込まれたの。嫁が黙っていたせいでな。巻き込まれたかもしれんけど惚れて結婚した相手だし嫁を守りたい。まず嫁に話を聞くべし。不倫とはいえ既婚者と知らず騙されていた可能性もまだある。それなら親を説得するのも可能でしょ。とりあえず今日は嫁に話すのやめて明日朝一で実家行くことにするわ。よく考えてみたら別人が映ってたらそれで解決だし。ちなみに俺21、嫁26、写真の日付は3年前。実家で確認したら完全に嫁だった。おかんは怒り狂って離婚しろってばっかり。一応今日嫁と話して来週結論出して一緒に来るから突破するなって釘は刺しといた。家戻って嫁と話さんと、なんかいろいろきついわ。俺バカだからわかんねえけどこれ犯罪にはならんのかな。警察に行って指紋とか調べてもらうべき。これ犯罪のこれは何を指してるんだ。人の写真盗撮してばらまいてるのは犯罪じゃねえのかなと思った。内容にもよるが脅迫や名誉毀損は難しいな。これが職場や子供がいて学校などに巻かれた場合なら確実に名誉毀損だけどね。まずは嫁と話し合うしかなかろう。嫁と話した。以前頼んだ事務所が今日休みだったから明日仕事休んで弁護士と相談して、必要なら警察に行くことになった。相手は離婚済みと言ってて将来結婚の約束をしてたけど嘘だったって。相手嫁から内容証明来て話し合ったらしい。相手嫁は二人に慰謝料請求。相手は相手嫁と離婚して嫁と再婚希望。嫁は結婚詐欺で相手に慰謝料請求。最終的に相手は離婚。その後求婚されるが拒否。慰謝料165万円もらい会社も辞めてこっちに戻った。その時の示談書も弁護士が保管してるはずというので明日もう一度問い合わせる。怪文書の出所はもしかしたら相手嫁ではなく相手本人かもしれないと言ってる。どっちにしても全力でクソを叩き潰すわ。なんか今のうちにまだやっておいた方がいいことある？嫁が白でよかったな。全力で行けよ。今のうちにやっておくこと？親への説明と根回しかな。ありがとう。マジムカついたから絶対潰すわ。おかんにも電話しとく。話聞いてムカついたけどちょっとホッとした。書面にして残しておくのは本当に大事だな。示談書なけりゃ水かけ論になってたところだ。慰謝料もらう立場だったのなら親の説得も容易だろう。ようやくおかん帰った。電話で説明したらええ狂って言い出して20分で突された。
私は嫁子ちゃん小さい頃から知ってるし信じてたけどとか言い出してずっこけそうになった。とりあえず明日弁護士に電話する。嫁が怯えてるから一人にさせないよう気をつけるわ。いろいろアドバイスくれてありがとね。お疲れさん、頑張れよ。もう浮気すれと何の関係もない話になったし、これで最後。弁護士に電話で話聞いた。示談書ちゃんと保管してあるってさ。嫁は嘘言ってなかったよ。すげー安心したわ。出会った可能性の高い二人に弁護士から連絡取ってくれるって。二人ともに認めないなら悪質だから警察行くことになったよ。認めてもそれなりの責任は取ってもらいましょうって頼もしすぎ。嫁ちゃんに話すとき変な言い方にならなかったのはアドバイスもらえたおかげだ。午後暇になったし昼飯食ったら気分転換にデートしてくる。本当にありがとね。よかったな。何はともあれ夫婦仲良くな。災い転じて福となす。嫁さんとの絆が深まるいい機会になればいいな。最後までご視聴ありがとうございました。皆様の感想よろしかったらコメント欄でお聞かせください。励みになりますのでチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。